はい、こんばんは。今日からですね、吉野家でダチョウのローストビーフ風オーストリッチ丼出ましたので、早速食べてきました。それではご覧ください、どうぞ。クマもダチョウは食べるよ。本当か？なんか後でちょっと詳しく追求してみましょうね。はい、それではとりあえずどうぞ。卵混ぜた方がうまいですね。ダチョウの味がする。はい、いかがでしたか？味はね、もうね、なんとも言えないけどね、若干やっぱり癖ありますね。それは牛とかね、豚とか鶏の方が食べ慣れてるから、そっちの方が美味しいと思いますけどね。まあ、あとちょっとなんていうのかな、歯ごたえとしては、牛のローストビーフよりかは少し硬いかなっていう印象はあります。で、卵かけて食べた方がより食べやすかったですね。肉のその癖がそこまで感じなく済んだので、ちょっとやっぱ癖のある肉かなというふうに思います。何 になんか似てるかと言われたことで、ダチョウしか知れないダチョウの肉ですね。クマの肉の方が美味しいかもしれないよ。ひょっとしたらね。はい、で何、あなた何ダチョウ食べるってさっき言ったでしょ、クマちゃん。そうなの？でもね、調べてみたらね、クマってね、だいたい時速でね40キロとか50キロぐらいまでしか出ないんですよ。でもね、ダチョウってね70キロとか80キロで逃げれるらしいよ。君追いつけないけどね。どうなんでしょうね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。まあダチョウの肉1回ぐらい食べてみてもいいけどね。牛肉の方が美味しいかもね。バイバーイ。